株式会社オートバックスセブンは東京都江東区に本社を置き、カー用品転載大手のチェーンであるオートバックスやスーパーオートバックス等を運営、またはフランチャイズ展開している企業である。日本初のカー用品総合専門店で創業者の住野敏郎がアメリカを視察した際に見たカー用品総合専門店を日本でも実現できないかという発想から生まれた。 名称の由来は、取り扱う品目の一部の頭文字、社員たちの一種から。オートは、アピールユニークタイヤオイルからなり、ボッチは、バッテリーアクセサリーカーエレクトロニクスに、サービスを付加したもの。オートに関しては、自動車を意味するオートでもある。そして、社名の、セブンは、取り扱い商品である、タイヤオイルバッテリーアクセサリーカーオーディオサービスの6つに、続き、 常にお客様のために第七の商品を探し続けるという理念が込められている。業務拡大の度に本社を大阪府内でたびたび移転したが本格的に東京進出を目指し2001年には本社を東京に移転した。緑会のメンバーであり3話グループに属している。創業者 住野敏郎像現在の CM キャラクター過去の CM キャラクター販売応援員への直接業務指示命令問題2008年8月20日付の各新聞の報道によると同社の兵庫県天ヶ崎市内の店舗においてカーオーディオなどの複数のメーカー系の販売会社が人材派遣会社を通じて雇った販売員ヘルパーに対し直接指示 命令する権限がないにもかかわらず、商品を販売させていたことが発覚した。兵庫労働局は、職業安定法に違反するとして、オートバックスと、核メーカー系販車に対して、是正指導を行った。人権費削減を目的とした、ヘルパーに対する直接指示、命令については、2007年以降、山田電機や緑、電化、小島などの家電量販店業界で、 相次いで発覚しているが、今回の同社への是正指導により、家電量販店以外の業種にも、ヘルパーに対する不当行為が蔓延している実態が露呈した形となった。ありがとうございます。